さあ皆さんこんにちは、こんばんは、ヘンダーソン小安です。さあ1週間スタートでございます。石焼き芋、はい、一瞬ちらっと見えましたが、どんな時も君と、この週月曜日は、読売テレビさん関西の番組のうさぎと亀、草薙さんと安友さんの番組ですね。こちらのロケ、はい、初めてなんですけども、東京で出させていただきました。なんとネイビーズの皆川とですね、なかなかなかったんで言ってますわ。東京であるってなんかすごいですね。いやいや、じゃなくてなんで動画を回して急に動画を回してゴリップの皆川さんですね。まだ東京来て20日今22日ネイビーメイクをされておりますよ。なんかすごいな。すごいですね。ありがたい話。ところで何で動画回してる？何がそんな気に食わんねん、ボゲ。人がメイクしてる時間なんだ。いいじゃないですか。自分でメイクすんだよ。いや、はい、それはもう用意してるから。あ、これがそうなの。いや、非常に楽しくやらせていただきましたので、放送が。じゃあ、お願いします。はい、告知させていただきます。さあ、そして次の日火曜日は、ルミネの本公演2回、そして、ルミネの夜公演。もう3回出させていただきました。もうね、ルミネも何回も出させていただいてまして、非常にありがたいですよ。まだね、ナンバーグランド花月と、万劇とかと違うお客さんの層の感じで、刺激的でございます。さあ、そしてその夜、なんと、チャンスの時間の、ロケでございます。ちょっとね、僕が相方にドッキリを仕掛けるという内容だったんですけども、さあ、どんな感じになったんでしょうか。また告知させていただきます。さあ、そして次の日は午前中に、パンサー向井さんのチャリで30分というラジオに出させていただきました。すいません、ちょっと画像が、これしかなくて、なんかもうちょっとね、いっぱいいっぱいで撮れなかったんですよ。はい。ほんで、大阪に戻りまして、どんだけもののね、金沢市立港中学校の修学旅行の営業。もう修学旅行の営業も終わりですね、みたいな話をしてたんですけど、なんとたまたま大阪の仕事があった中で、呼んでいただきました。はい、こっから、大阪3泊4日になります。すごいですよ。で、その次の日は決めつけのロケ。ずっとね、行かせていただいてた決めつけのロケ、なんと今回大阪戻ったタイミングでまた呼んでいただきました。ユニクロさんに行かせていただきました。すごく楽しい内容になっておりますので、ぜひ皆さん見ていただければと思います。さあ、そしてその日の夜は、新ネタのネタ合わせをこのようにさせていただきまして、はい、ちょっとネタ合わせ風景ですね。ああ、すごい叫んでます。はい、何回かやりまして、これで1回終わりまして。さあ、その新ネタはこちら、ゆでたてホクホクブロッコリーの方で披露させていただきました。これは吉本漫才劇場が作ってくれたダイジェストですね。はい、じゃあちょっと一回一緒に見てみましょう。もうね、何1年以上やってんのかな。ついにね、チームワークというのがだんだん生まれてきましたよという回でございまして、コーナーをね、たっぷりダイジェストで、はい、やってくれてましたね。これだから、千と千尋の神隠しのね、カシラですよね。3歳で。じゃあ、ヒロさんは、これなんですか？160歳です。モノマネをするというコーナーだったんですけど、口をすぼめて160歳。これ僕です。はい、見なくて大丈夫です。恥ずかしいんで。はい、ここですよ。チームワークが生まれたという、瞬間でございました。団体芸というやつですね。はい、何の打ち合わせもしてないんですけど、なんか知らないですけど、全員の動きが同じ動きになるという奇跡が起きました。これはもうだから、その花谷さん VS 全員でイストリゲームをするという、スローでイストリゲームをするというお題やったかな。確かほんまになんでこんなことになったんやろ。まあこんなことも生まれてきた、ついに生まれてきたゆでたてホクホク、ゆでたてホクホクブロッコリーでございますので、皆さんね、お時間ある方よかったら、毎月やってますので、ぜひ見に来ていただければと思います。やったぞ
もうこの頃はあれですね、配信も終わってるんでこれは見れないですね、残念でございました。さあそしてささやかながら行ける人だけでちょっと僕がちょっとだけ声をかけて打ち上げみたいなのもさせていただきました、はい、亀君。さあそしてその次の日はですね、京都の方で4ヶ月本公演に2回出させていただきました。あ、この日は修学旅行生がいたみたいで、この期間はそうですね、修学旅行の方が結構いらっしゃるみたいで、はい。さあそしてその次の日は漫才劇場3回、そして森の宮3回ということで、計6ステですね、はい、たっぷりとやらせていただきましたよ。3泊4日の4日目大阪お会いしました。さあそして森の宮が吉田たちと入れ替わりでございました。出るときになぜか公平がおい東京吉本と後ろ背中に、はい、語りかけてくれて、はい、この日の夜東京に戻りました。さあそして日曜日ですね、もう日曜日か、神保町2階でございます。まずは、はい、本公演、本公演っていうのかな、神保町の週末の公演ですね。あ、これここだけちょっとあんまり聞かせられないんですけど、なぜか昔の出囃子を使われる。ここもここでね、また客層とお客さんの層がちょっと変わってるというか、はい、いろいろあるな、色がと思いました。はい、真剣なハゲです。そしてその後ですね、2回終わったら銀座に移動してスケットライブという、ちょっと実験的なライブだったらしいんですけども、出てきました。人のネタに、スケットで入るというちょっと難しい内容だったんですけど、みんなで力を合わせまして最後はこの一致団結感が生まれるぐらいの、ライブでした。ちょっとね、お客さんは何するか分からなくてびっくりされてる方多かったですが、さあそしてまた、神保町の方に戻りまして夜、はい、エルフ荒川のおせっかいライブ出させていただきました。すごい楽しかったです。いじられる前に自分で処理したやつ言わんでやろ。楽屋でイチャイチャした映像でございました。で、内容がこちらですね。正直今井さんチームやったんですけど、はい、シンクロがぶち上がってなかったんです。そこ評価してくれんの。これね、漫才劇場とか森の宮の漫才劇場とかやったら、まあ、2分とか1分とか割とねたっぷりのダイジェストを作ってくれたりするんですけども、はい、こちら神保町のダイジェストはちょっとね、もうすぐ終わるんですよ、3、40秒で、まあ、それもね、またなんか劇場の色があるなぁと思いまして、非常にありがたい1週間でございました。ということでありがとうございました。駆け足で終わってしまいましたが、週のほとんどを大阪で過ごしました。さあそしてカルおまけでございます。動画なのに写真みたいに撮るボケを小安がしたと思って勝手に勘違いしてブチ切れるバッテリーエースです。ここです。ありがとうございました。